本日もバラバツキさえちゃんです。お願いしまーす。不安しかない。大丈夫今あの尋常じゃないぐらい上唇が歯茎にくっついてます。なんかその人が自分より背が高くなったら告白しようと思ってたんですけど、一向にあの私の愛されたい。自分どこなんで。じゃあすいません、雑魚ってことで。ヘタッピ連れて無事来た。ゆっくり出ればいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫。すいません。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。やらかした。やらかしました。さすがじゃないですか。さすがだ。さすが。やっぱ違うな。やっぱ見せるとこで見せてくるな。ちゃんと持ってくもんな。やっぱりさえちゃん別格だぜ。続きましてですね。はい、はい、ジャンジーに行きたいんですよ。ジャンジー。イエーイ。ジャンジーで通じるか。あ、ジャンジーイエーイ。イエーイ。神社。はい。あ、すごい。あ、なになに、今のカーブ。今のカーブかい。二回聞くじゃん。まさかの。今のカーブだよ。そっか、怖かったね。怖かったよ。わからん、ちょっと。どっちが喋ってるかちょっと分かんないぞこれ。本当に声全く一緒だった今。いやでも普通の声は違うよ。いや、あの、普通で喋ると多分花さんと似てるかもしれないです。え、それ普通じゃないの。じゃあこれちょっとあの撮影用に。何が。あ、声を上げてるタイプ。あ、そうです。じゃあ私も。あ、その声出ない。私も撮影用の声で喋ろうかな。私も。みんな可愛い。みんな高い声で喋っていいか。そうだね。どっちが喋ってんだこれ。バクのバカ野郎。バク。どっちが言ったんだろうか。いや、バカ野郎って言わないでしょ。さえちゃん言いすぎよ。あれ目的地は。あれちょっと待って、目的地がさっきなんか鳥居の駐車場みたいなの書いてありました。まずいことになって。わー、これは協力して本当にの方に向かっているのかもしれない。だったー、あかん、戻らダメです。こんな遠いってはずじゃなかった。そうでしょ、近いって言ってたじゃん、バクちゃん。ああ、早速間違えた。おかしいな。ナビに頼っとるもんで。どうやぞ。どうやぞ。私どうやぞ。大ちゃんが全部悪い。ごめんなさい。許す。秒で許す。バクちゃんだし。全部あなたが悪い。ちゃんと設置したもん。してないからこうなってんじゃんか。どうすんべそ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 。すいません。大丈夫か、さえまる。どのぐらい通過したんでしょうか。5キロほどですかね。おお。さえちゃんだって鳥居の看板あったって言ったな。それだったんか。いや、まさかバクさんが間違えるなんて思ってなかった。出た声。こうやって言って、あのうちらに海をもう一回見せてあげようっていう。そうそうそう、海側の方でな。あ、なるほど。優しい。感謝しなさい。優しいな。優しいな。棒ですよ。棒になってますよ。優しいな。優しい。本当優しい。使えるな。ちょっと怖いよ、なんか。そん
なことないよね。はい。間が怖いよ。はい。いいんだって、方向音痴なんてさ、どこ走ったって初めての道なんだから。やっぱ素のままがいいですよね。そうじゃないと続けらんねえぜ。そうですよね。無理したキャラクターを演じてたらやってらんないぜ。だからこのまんまで私は行きたいと思う。ありがとうございます。ブレストハナです。ありがとうございます。ハンターの皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございます。さえまるを連れて走っております。ありがとうございます。愛知県を代表するヘタッピバイク女子、さえまるを連れております。ありがとうございます。ブレスト花ちゃんです。ありがとう、ありがとうございます。さすがコミュ力お化け。いや昔からだぜ。でも私も小学校のね、高学年ぐらいまではね、陰キャラだ、陰キャラってか大人しかったよ。そうなんですか。お母さんの後ろに隠れてた。開花してしもうた。これじゃあダメだと。私もそうなりたいです。なっとるやん。まだまだ。今日は挑戦でした。今日挑戦、これ今日挑戦です。挑戦動画です。挑戦動画。これだいぶ緩めの挑戦ですけど。よかった。はい。皆さん、私がコミュ障なのを知ってると思われるので。あんな件言っとりゃみんな知っとるわな。あれじゃない、あれじゃない。あ、ここ入っていいの、これ。これじゃないね。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個。まだある、まだある。向こうがある。これ、これじゃない。いやえ、クランク。え、これ、これやな。あ、これやった。これやな。うわごめんよ、私が過ぎちゃったばっかり。全然です。どこだ、いつも過ぎちゃう。これか。先にパクちゃんに見てもらったら。ちょっとこれ、イエッヒー、なんびっくりした。イエッヒー。やめたまえ。なになに、さえちゃんが絶叫したかと思ってびっくりしたじゃん。歩いてってもいいですか、これ嘘。さえまるさん、大丈夫。さえまるさん、いけたいけたいけた。そのままそのままそのまま。はい、こんにちは。はい、こんちくわ。こんちくわした。やらかす、私。一番のり、はい、3番のりアホやな、あいつや。よっしゃ、ちゃんと礼儀正しいです。そういうところだけ二礼二拍手。そうね、神社やからね。失礼します。でも鳥居に向かってやるもんかね、これ。ピコピコ、なに、え、伊勢神宮で神様たちが石を投げて遊んでた石がここまで飛んできたっていう伝説です。羽が挟まってる。そう、だから向こうがあれなのよ、伊勢なのよ。あ、そういうこと。そうで、神様が投げたやつがここ、石がここまで飛んできたよっていう伝説です。今遠足の時間、社会見学。社会見学。そしてそんなさえちゃんに渡したいものがございます。密かに持っています。大したものじゃないから、ちょっと渡したいものがあるので、もらってください。見ていいですか。うん、かわいいでしょ。ありがとうございます。これを持ってくれ、持ってくれ。とんでもねえずら、嬉しいです。本当ありがとうございます。とんでもないです。大したものじゃない。お守りにしてください。さあ、ありがとうございます。どうもどうも。私も花さんにプレゼント持ってきたんです。え、嬉しい、ありがとう。え、待って、なんでシャネル。本当に本当にあの大したものじゃないです。はい、ありがとうございます。ね、あ、びっくりした。なんか全然進まないなと思ったらブレーキ踏んでました。意味なかったそう
やばいなガス欠なったと思いました今ガソリン大丈夫本当にはい多分大丈夫ですよしよしおーあなたは本当にえなんだどうしたどうした発作かやっぱ妄想癖っていうさサムネが一番いいと思うこの先カーブいけるのかおりゃー全然カーブじゃなかったもんであ、来るぞこのカーブきついぞいけるんかいけるんかおろろ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 ろおお今これ先端ぐらいかなわかんねえなちょっと岐阜県民にはわかんねえから愛知県民の人に聞いてみたいと思うさえちゃんこれ教えてやろうおっと諸崎漁港諸崎諸崎さんのところはどの辺なんだいちょっと行ってスーンと行ってドーンと行ったとこあわかりやすいドーンってことは先端まで行ってるってことだよねそういうことになるね突き当たったぞっていうことやなでもなんかこれ今登っていきよる感じやなそういうことかな、もう折り返した愛知県民に聞いてみようあっすぐだまあまあ確かにお確かに確かにその通りやな私もまっすぐだと思うわそうだよね俺もそう思うんだよねこんなにぐるっとしないかんかったもうそろそろ着くイメージいや俺もそろそろな気がするんだけどああそんな感じしないほらなんかねうんとりあえずでも右側にも看板があったから見落とすことは多分ないと思うけどさすがにあれ見落としたらただのバカだよそういうことはあなたもバカですねさくさいあ、くさいかぐわしくわごめんなさいはなさんごめんなさいごめんなさい、放出しちゃったいいか、掘り今出た出ちゃった出ちゃった右が出ちゃったそのカーブを曲がった先と見たあれ、こうって書いたらええないほれほれほれみーやー終わったバークさん天才いやこれ誰でも分かるんだよ右かこれ嫌でしょう3台取るチャンスあポンポン入れて3台取るチャンスがやってきてここから覗いてほしいんじゃないなへぇ怖いの怖いの怖いのどうおそろコーデでいい感じですねかわいいでしょうちらうちらわーい動画ですだった動画ですはい、はい、これですポンポンに来ましたポン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 しようぜなんかライダーポンみたいな感じだね。あ、ライダーポン。セキライズ。いただきます。ポン菓子いっぱい乗ってる。お腹いっぱいからのアイス。おいしい。うん。おいしい。うまいか。よかったな。ポン菓子とバニラって合うよ。ほんと？よかったな。よかった。はい。はい、無事たどり着きました。
今日はレベルアップできましたでしょうか。レベルアップしました。おめでとうございます。ということで、さえちゃんは新人ヘタッピバイク女子から中堅ぐらいで中堅オラオラ膝すりバイク女子、実は膝すりバイク女子に変更となります。ありがとうございました。今日はありがとうございました。そう、家に帰るまでが遠足これ遠足だったんだね。あ、そう、今日遠足兼路上教習。あ、そうでしたね。路上教習ありがとうございます。というわけで今週はこの辺で、はいありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。さえちゃんでした